市民の皆さん、こんにちは。市長の西田三吾です。政府は感染の再拡大が続く東京都に対して7月12日から8月22日まで緊急事態宣言を発出しました。まん延防止等重点措置が適用されている千葉県では、これまでの対象区域に鎌ケ谷市、八千代市の2市が追加され、注意市となりました。佐倉市はこの対象区域にはなりませんでしたが、統括地域および千葉地域に隣接していることに加え、新規感染者が増加していることを受け、千葉県により警戒区域として指定されております。夏休みに入り、またオリンピックを控え、首都圏の人の流れは大きく変化することが見込まれます。今一度ここで警戒を強める必要があります。一瞬の気の緩みが感染を再拡大させ、医療提供体制を逼迫させてしまうことにつながります。今後も市民の皆さんには、あらゆる世代が感染リスクの当事者であるという意識を持っていただき、引き続き基本的な感染防止対策を徹底していただきますようお願いいたします。次に、佐倉市のワクチン接種の状況でございます。7月15日現在の65歳以上の接種状況は、1回目が48,854人で 83.8% となります。2回目まで完了した方は 32,673人で 56% となっており、希望される65歳以上のすべての皆さんが7月末までに接種できるよう体制を整えております。次に、クーポン券の発送と予約状況でございます。7月7日には基礎疾患を有する方、高齢者施設などの従事者の方にクーポン券を発送し、予約を開始いたしました。また7月15日には12歳から64歳までのすべての方にクーポン券を発送しました。そのうち60歳から64歳までの方については、現在予約を受け付けております。次に、12歳から18歳までの方については、クーポン券と接種可能な医療機関を記載したパンフレットを郵送しましたので、接種を希望される方は直接医療機関にお申し込みください。さて、ここまでお伝えした以外の19歳から59歳までの方の予約開始日についてお知らせいたします。市では集団接種会場の設置や医師会の協力による医療従事者の確保など十分な体制を整えてまいりましたが、国からのワクチンの供給量が減少し、希望した量の 20% 程度しか供給されない事態となっていることから、予約開始日を変更せざるを得ない状況となりました。そこでクーポン券に同封いたしましたパンフレットおよび広報さくら7月15日号に掲載している19歳から59歳までの方の予約開始日をすべて延期させていただきます。私は市長として国および県に対して、ワクチンが安定的に供給されるよう引き続き強く
要望してまいりますので、市民の皆さんには現状をご理解いただき、今しばらく辛抱いただきたいと思います。今後はワクチンの供給量が確認され次第、市のホームページや SNS 等で予約開始時期などの情報を速やかに発信してまいります。最後にオールさくらワクチン接種予約応援プロジェクトについてでございます。インターネットが利用できないなどで予約でお困りの方は、市役所のほか市の出先施設でも職員がお手伝いいたしますので、どうぞお気軽にお声かけください。市民の皆さんが安心してワクチン接種を受け、明るい笑顔を少しでも早く取り戻すために、医療従事者をはじめ多くの事業者の皆さんと力を合わせ、全職員一丸となって全力で取り組んでまいります。市民の皆さんのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。